これは今から4年前の話である。私が伊豆の三島の知り合いのうちの2階で一夏を暮らし、ロマネスクという小説を書いていた頃の話である。あるよ、酔いながら自転車に乗り街を走って怪我をした。右足のくるぶしの上の方を裂いた。傷は深いものではなかったが、それでも酒を飲んでいたために出血が大変で、慌ててお医者に駆けつけた。町医者は32歳の大きく太り西郷隆盛に似ていた。大変酔っていた。私と同じくらいにふらふら酔って診察室に現れたので、私はおかしかった。治療を受けながら私がクスクス笑ってしまった。するとお医者もクスクス笑い出し、とうとうたまりかねて二人声を合わせて大笑いした。その夜から私たちは仲良くなった。お医者は文学よりも哲学を好んだ。私もその方を語るのが気が楽で話が弾んだ。お医者の世界観は原始二元論とも言うべきもので、世の中のありさまをすべて善玉悪玉の合戦と見て、なかなか歯切れが良かった。私は愛という単一心を信じたく内心努めていたのであるが、それでもお医者の善玉悪玉の説を聞くと、鬱陶しい胸の内が一味総量を覚えるのだ。例えば酔いの私の訪問をもてなすのに、直ちに奥さんにビールを命ずるお医者自身は善玉であり、今宵はビールではなくブリッジいたしましょうと笑いながら定義する奥さんこそは悪玉である、というお医者の冷笑には私も素直に賛成した。奥さんは小柄のおたふく顔であったが、色が白く上品であった。子供はなかったが、奥さんの弟で沼津の商業学校に通っているおとなしい少年が一人